こんにちは。2021年5月13日です。今、ルート238を走っております。これからルート333に、入りまして、上湧別チューリップ園に向かって走っていきます。途中、道の駅上湧別チューリップの湯というのがあるんですが、そこを素通りさせていただきまして、チューリップ園に向かいます。ここはですね、5月の1日から6月の初め頃までというふうになってますが、今のところですね、ちょっとこちらの方面は、気温が低いんですよ。なもんですから、チューリップの開花の方が少し遅れてるんでないかなというふうに思います。現地に着きましたら無料でした。まあ、500円払わなきゃいけないのかなというふうに思っていたんですが、行きましたら無料ですよということです。まあ、まださほど咲いてなかったということですよね。ほんのちょっとですね、5%、全体の 5% くらいですかね、咲いてたのが、なもんですから、お金を取るわけにもいかずということかもしれません。で、係の方が一生懸命草刈りなどの整備などをしておりました。して、真ん中の方に風車がぐるぐる回ってるんですが、中に入ろうと思ったんですが、準備中ということで、入れませんでした。しかしながら、私なりには撮影的には十分できたなというふうに思います。綺麗なチューリップですね。本当にもう生まれたてのチューリップっていうのが、見ることができました。チューリップに以外でも他のこう花があるんですが、ちょっとその辺の名前の方はわかりませんでした。広い駐車場に車を止めさせていただきまして、中の方に歩いていきます。ずっと奥の方にもこう行けるんですけども、今回はゲートから中に入って風車の近くだけぐるぐる回ったということです。感染対策の方はしっかりされてますね。検温、そして住所、氏名を書いてくれということで、書いてまいりました。そして携帯番号も書いてくれということです。まあ、クラスターで後を追っかけていくんでしょうか。まあ、結構しっかり、やってるなという感じです。まあ、しかしながらお客さんはいませんよね。私の他に2、3人がいるかなというぐらいですね。あとスタッフの方ばっかりですよね。行ったのも若干早かったんですよね。確かこう9時からオープンだったと思うんで、8時からだったですかね。なんか、で、結構早い時間に行ったんですよ。なもんですから、まだ全然人がいませんでした。気温の方は低かったですね。寒かったですね。夜も滝の上で寝てた時も、F ヒーターが頑張って動いてました。やはりこの辺来ると寒いんですね。やっぱり道東の方は気温が低いなというお話を聞いてたんですけども、さすがに、気温が低いです。なんで、チューリップの開花の方も遅れてると思います。ですので、ここに来られる方は、もう少し経ってから、まあ、この動画がアップされる頃にはもう十分大丈夫じゃないかなと思いますが、そうですね、5月の、終わり頃になってくると、もう、チューリップの最盛期で、気温もずっと上がって、なかなか、いいんじゃないかなというふうに思います。また外国の方もいらっしゃいませんし、本州の方も少ないです。ですので、北海道の方だけで十分、楽しんでいけるんじゃないかなというふうに思います。駐車場も非常に広大な駐車場です。中には確か今は閉まってるんですが、若干、食べるとこもありますんで、十分ここで、お昼ご飯をいただくことが、できるんじゃないかなと思います。ここを過ぎますと、湧別、芝桜公園というのもまたありますね。そちらの方は私はあまり行ってないんですけども、もあります。それから、遠軽町道の駅も、綺麗な道の駅ができてますので、そこから無料の高速道路を乗りますと、旭川まで行くことができます。途中、マルセップ道の駅、ここは無料の高速からちょっと降りるんですけども、1キロぐらい普通の道を走らなきゃいけないんですが、そういう道の駅もあります。で、この道の駅を過ぎますと、ちょっと奥の方に入りますと、温泉施設、そして、マルセップのキャンプ場などが、あります。また、この高速道路をずっと走っていきますと、白滝道の駅ですね。ここは、高速道路の際にありますんで、高速道路、無料の高速を降りることなく、中に入ることができます。まあ、若干の、野菜を売るコーナーなども用意されております。来るとき、まあ、見てきたんですけど、もう、ほとんど野菜はまだありませんでしたね。やはりこの辺寒いんですね。まだ野菜がこう、できてないみたいですね。まあ、暖かい地域ですと結構そこそこ野菜コーナーに、あるんですけども、ここは全然まだ ありませんでした。
今回は旭川方面でどっかで、また車中泊して、帰ろうかなというところです。どっかいい温泉があったら温泉に、入って、まあ、マーブあたりで温泉に入ってから帰ろうかなというような、工程を考えてます。途中、まあ、できるだけ、動画撮影してまいりましたんで、それを放出させていただこうということです。まあ、滝の上で結構、放出することができたんですが、滝の上からの後の、分、今日の分の放出をどこでアップロード、させていただこうかなというふうに考えて、どっか早いとこあるかなというふうに考えてます。道の駅でもこう、車を近くに寄せて、こう、後ろ付けできるって言いますか、そういうところだといいんですけども、ちょっと斜め付けだとか遠くに離れてつけなきゃいけないようなところですと Wi-Fi のスピードがかなり遅くなってしまってほとんどダメだということになってしまうんで、どっかいいところないかなと思って探しながら歩いてます。まあ、新しい道の駅できたと、できますと、そこでちょっと試してみるんですけども、なかなか、ここぞ、いいぞというところはありませんよね。で、意外とこう、小さな道の駅で、行きますと、結構早いところも、たくさんあるみたいです。今回は主に道の駅を中心に、そして、芝桜、それから、キャンプ場などを巡らさせていただきました。工程的には、600キロぐらいの工程ですかね、さほどの距離ではありませんが、この近くを、遠軽の周辺、滝の上、白滝、そして、標別、岩尾内湖、その辺を巡らさせていただきました。これから一旦、まあ、終了になるか、もう一箇所ぐらい行けたら行こうかなと思って天候次第なんですが、どっか一泊ぐらいで行ってこようかなと思います。まあ、それからまた入院しますんで、一ヶ月半ぐらい、お休みさせていただいて、またその後、復活し、夏の、北海道の撮影をさせていただこうかなというふうに思ってます。夏になりましたらキャンプいいですね。まあ、誰かキャンプに誘っていただければ、ビールと、いや、飲み物と、食材の方は私の方が、持ちます。用意いたしますので、どっかキャンプ誘ってくれればと思います。私は車の中で寝ます。車中泊します。テントの中では、テント持ってませんし、ただ、外でバーベキューを食べて、周りの撮影をしてということです。まあ、それだけで、動画が作れるんで、キャンプした気分になりますので、ね、まあ、キャンプといえばやはり、テントを張って、中でバーベキューをして、ビールを飲んで、酒を飲んでということですよね。ですが、まあ、ちょっとコロナのことがあるんで、その辺も気をつけながらということですが、まあ、どっか行ってみたいなというふうには、思っております。まあ、本州の方も結構、気を使ってですね、北海道に来るのは、いろいろ考えてらっしゃるんじゃないかなというふうに、思いますが、まあ、そこそこ、キャンピングカーも走ってますよね、本州ナンバーも。で、本州ナンバーも乗用車も走ってますよね。ですんで、まあ、車から降りて、レストランに入ったり、ホテルに入ったり、道の駅に入ったりしまうと、ほとんどわかりませんよね。北海道の方だと見分けがつきませんので、まあ、車で移動してということになってくると、ちょっと、まあ、目立つ、観光地に止めたりなんかすると目立つかもしれません。それから道の駅は比較的安心ですよね。大丈夫ですね。だけど一般の普通の駐車場とかですね、止めてると、通りかかりの車でがいろいろ、自警団みたいのが、親父がいるかもしれませんが、道の駅だとまず、大丈夫ではないかなと思います。それから露天風呂はですね、露天風呂の近くに車を止めて露天風呂入ってると、お前どっから来たが毎回のパターンですね。一回だけ言わなかったですかね。それ以外私札幌ナンバーでも言われるんですよね。なんで、その辺だけですね、露天風呂とか、その辺だけを車を止めると言われる可能性がありますが、それ以外はほとんどフリーパスで、大丈夫でないかなというふうに思います。それから道の駅で、結構まだ時間が本当は伸びるんですよ、この夏の時期。だけども結構短いですよね。で、品数も非常に少ないですよね。で、まあ道の駅で何か食べようという時によく考えて、行かないと、時間外で食べれなかったとかいうふうになってしまいますんで、できるだけコンビニ結構美味しいですから、コンビニの500円か600円クラスのお弁当を買って、それを食べるだけで十分、美味しく過ごせるんじゃないかなというふうに思いました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。